第322回トイック公開テストでございます。全パートで難しいなこれって感じたのは初めてぐらいじゃないですか。本当にまさかあんな単語が出てくると。さて始まりました、アマチュアチャンネル。さあ受けてきました第322回トイック公開テストでございます。ちょっとまあ昨日はね、武田塾のオーナーたちと飲んだりしててめっちゃ眠い中、本当の2時間睡眠、まあ2時間半ぐらいかなで受けに行ったんですけども、眠い。はい、で今回の縛り受験は2時間睡眠だけでなくてこれですね、もうまあツイッター見た方もいらっしゃると思うんですけど、この鉛筆もう持てない。はい、この見えないかな、はい、この長さの鉛筆で受けましたからね。名前書くときだけこれ、ね、これも折れてるんですけど、使って、はい。マークは全部こっちかこっちでやりましたからね。やっぱ1本じゃかなり厳しかったね。2本ないと丸くなったら相当大変だったけど、はい。まあこれで受験、無事やりました。で、ただ、この辛さ、眠さ、まあ確かに眠かったから、あ、これなんつったんだろう、今聞き直した、あ、なんつったんだろうっていうのは多かったんですけど、それでも、まあ今年2023年になってから一番難しかった回ですね。はい、5月が。全パートで難しいな、これって感じたのは初めてぐらいじゃないですか、本当に。いや、一個も普通とか優しいっていうパートがないですね、今回ね。いや、辛かった。眠かった。そして、短かった。鉛筆置いてくださいって言われても絶対隠し続けられるよね、これね。ってちょっと思った。見えないじゃんって。これをね、見てた人たちいるのかな、俺どう思ったかで、こうやってやってんだよ、ずっと。もうめちゃめちゃ慣れましたよ、もう扱いに。普通はさ、ずっとこうやってさ、鉛筆持ったままこうやってやるわけじゃないですか。これ、持ったら指痛いんで、こうマークし終わって問題に、次の問題行ったらこうやって置かなきゃいけないっていうか、一旦指から離すっていうのをね、何度もやってたんで、この作業めんどくせえなと思いながらやってました。まあコロナ禍明けてね、やっと、なんかもう自由に入室退室できるのかなと思ったけど、そんなこともなかったですね。もう入室の時から大行列で、退室の時も時差退室でしたね。いや、しんどかった。で、まあ、帰る時エレベーターが大行列しちゃう会場って知ってたんで、ああ、ここの会場か、だったら上の階にならなきゃいいな、なるべく下の方がいいなって思ってたんですけど、最上階でした。はい、十何階あるんでね、めっちゃ降りるの時間かかったら、一階なんだっけ、30何階建ての建物で階段で降りてったら結局ドア開かなくて降りれなかったってことあったな。あれは地獄だったな、登り直すのが。さあ、じゃあ難易度いきますけど、まずパート1ですね。やばかったね。いや、2問ぐらいはやっぱ多くて3問かな。6問中2問はまあまず聞き取れないでしょうね。多くの人が表現を知らない、そもそも。まあトイック受けてる人とか普段英語に触れてる人だったらまあわかるけどって感じですね。まさかあんな単語が出てくるとは思ってなかったんで、わ、この単語むずってか、まあ自分は知ってるからそんなでもないですけど、普通のね受験者にとってはこれやばいなって思ったね。でその後にもう一個の表現はもうトイック受けまくってればああそうかってなるけど、受け続けてないとかなりきついですね。まあだから消去法でやるしかないですね。続いてパート2、まあこれが超疲れた。もうやっぱまあ手不足でやっちゃうと一番疲れるパートですから、まあなんとしときますね。はい、いや難かったよこれは。それを加味したとしても難かったですね。やっぱりまあ最初の方序盤で直接的な返答が多かったんで、だんだん変化球が来て、うわえこれでいいのえってなりながら解いてましたね。いや、これほんと聞き逃しは命取りだなと思いましたね。こんなに、うーこれかな、これかなって思ったのは初めて。で、パート3、4ですね。まあ、どちらもややなんとしときますね。来ましたね。やっぱりね、レベルが上がったんだよ。こうなっていくって言ったら、前っていうかもうほんと2016年ですね。新トイックが始まった時にこうなるんじゃないかって言った通りになってますね。もう、こうやって難しくしていくだろうっていう風に言った通りになってます。もうすごい難しくなってますよ。めちゃめちゃ難しくなってたし、あとさ、プットアッパーサインめっちゃ出てきたね。3と4で何回出てくんだって、このサインをこうね、貼るっていう表現が5回出てきたよね、確かね。マジで何度出てくんだって思ったけど、正解にバッチリ絡んでるのもあったしさ。で、まあ何が難しくなったか、まあもちろん場面が難しくなってるっていうのはこれよく言ってるし、難しい表現が出てくるっていうのも言ってたんですけど、いわゆる昔はグラフィック問題の引っ掛けがすごく簡単だった。でも今は途中まで聞いてて、これが正解かなと思ったら、その後で大どんでん返しみたいなね、実は違いましたっていうのは、今回2問連続で出てきたから、
こうこうこうです。ああ、じゃあこれが正解なんだな。で、今までだったらそれで正解ですよ。でもその後で、こうしなきゃーみたいに言って、違うやつじゃんっていうのが2回あった。列が2つっていうのもね、3つになったり、それぞれの情報が複雑になったりとか、面白かったですよ。はいはいはい、来たなって思ったね。ちょっと消しゴム使わずにね、今回は行ってやろうと思ってたんですけど、ダメでしたね。その大どんでん返しって言って、ダメだ、そっちじゃないんかいって言って、はい、消さなきゃいけなかった。あと、オーストラリア人2人いましたね。はい、男性。どっちがレギュラーメンバーになるのでしょう。今後は。でもやっぱイギリス人が一番聞きづらいなっていうのは、思ったな、場面が思い浮かべづらいっていう問題は相変わらずあるんですけど、今回割合はちょっと少なかったかなと思います。ただ、設問のレベルが上がってるなっていう印象でした。はい。続いてパート5ですね。いや、これもややなんかな、難しいでしょう。やっぱり、こんなん考えたこともなかったわっていうのがいくつかあって、一個は知らない。知らない表現だけど、まあ普通に考えたらこれだよねって言ってやっぱ合ってた。ただ日本語で聞くと、そう、日本語では間違った形で聞くやつです。だから日本語でなんかこれ聞いたことあるな、でも普通に考えて文法上はそうは言わないだろう、日本語のように言わないだろうなと思ったらやっぱ合ってた。さっきチェックしたら合ってましたんでよかった。そのなんかチェックしたのが2つあって、まあ今回言えるのは因があって、因何々何々っていう答えになるやつがめっちゃ多かったよね。なんか知らんけど因関係のものがすごく多かったな。あと名詞足す名詞も難しいのあったね。ああ、多分多くの人が間違えてるだろうなっていうのもあった。最後の問題だったかな。引っ掛ける気満々です。ああ、また前回のトイックの午後の方に出てたやつも出てましたね。まああのメンバーシップのレベル2以上のやつで、はい、出ておりますけども、そちらぜひ見てください。はい、そこで清田先生が喋ってたのはそのまま出てますよね。続いてパート6、これもややだ。あ、一個すごいさ、ペイリオントロジスだっけ出てきましたよね。なんだこのトフロみたいな文はみたいに思ったんですか。あれが多分読めない人も多かったかなと思いますね。結構面白い文法事項通ってましたね。いや、これ動詞だって気づかないと見れらんないじゃんとか。パート5でもそうでしたけど、品詞を、なんか惑わすやつ。この品詞だと思ってたら実は違う品詞だったっていうのがいくつかあったよね。いや、だから結構きつって思いました。続いてパート7。まあこれは何でしょうね。いつもながら。いつもながら、まあ終わらないでしょう。時間内に。自分自身は6分ぐらい余ったかな、時計ある会場だったんで、6分余ってましたね。だいたい10分ぐらい余って、で、ダブル、トリプルに行って、貯金が減らされるっていう感じだったと思いますね、見ててね。シングルでは10分ぐらい余ってたね。ダブル、トリプルで4分貯金を減らした。なんか1問すごい探したんだよね。2問か。2問探して、どこだこれ、答えの根拠どこにあるんだよって思って。まあ多分大丈夫だと思いますけどね。もしかしたら間違ってる。まあ1個サジェスティッドのやつ、まあまあこれしかないだろうって思って選んだのあったんで、そこ以外はできたかなと思いますね。パート2と7かな。間違えるんだったらって思うかな。あとは多分全部できたと思うんですけどね。はい。まあわかんないです。前回多分マークミスしてたと思うんで。今回、でも今回は慎重に塗ってたから、意外とマークミスなしで。たかもしれないですね。はい、という感じでした。はい、受験された皆様お疲れ様でした。今回はいやーかなり難しかったと思います。じゃあこの後はね、はい、反省会ラジオやりますんで、ぜひそちらもご覧ください。はい、でベーシスの方では目標点達したら、そしたら返金キャンペーンっていうのやってますので、そちらもぜひご覧ください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちら TOEIC 800点英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に、皆さんからの個別メッセージには僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。